まずクライアントがその、まあ、ホテルのまあオーナーだったんですけど、まあ、そのクライアントがまあ新しい庭を作るにあたって、まあ、ランドスケープアーキテクトが作ったその庭ではなくて、まあ、建築家が作った庭を見てみたいところからまあプロジェクトが始まりました。まずまあ一番最初の大きな理由っていうのはまあ、その元々のホテル その増築をまあ森の方にするというまあ話があって、で庭を作る場所というのがまあその横 の、 まああの牧草地のところだったんですけど、まあそれはまあ法律的にまああの森の方しか建物が作れないということがあったんですが、まあそうなるとあの森をあのの木をまあほとんどカットしなきゃ建物が建てられないということがあったので、そうであれば森の木をこう全てあの移動して隣に新しい森を作ると同時に、その元々の敷地があの水田、50年前に水田があったという歴史があるので、まあ、その水田の風景と、まあ、その森の風景を重ね合わせるようにして何かが作れないかというふうに、まあ、考えました。人工物、まあ、人間が作ったものが ある種自然とこう同等なものになっていくには、 ある種 その時間の経過というものが、まあ、物理的に僕は必要だというふうに思っていて、そういう時間の経過でしか作り出せないこのスケールの、まあ、風景を、まあ、何か作りたいというのがありました。ただその最初からその最初の状態っていうのを何もなかったものから作り出すというのではなくて、まあ、最初の状態であってもその森がもともとその環境がもともと持っていた時間の経過を含ませた上で新しい庭を作って、それがさらにあの長い時間を育んでいくというコンセプトで作りたいと思ったので、そういう意味でももともとの森をこう利用しながら、でそのもともとの森だけじゃなくてもともとそこにあった苔を剥がしてまた置き直したりとか、そこの場所に石を使って飛び石を作ったりとか、まあ、水も当然その場所のものなんで、まあ、全てその場所でこう育まれてきたものを、まあ、ただそのレイアウトをこう入れ替えるだけによって新しい人工的な環境をある種その自然のものに近づけるようにして作っていきたいというふうに考えました。